ガソリン車しか所有経験のない車好きがモデルさんに乗ると、だいぶレポートが遅くなってしまいましたが、去る2月、マイナーチェンジ後のテスラ、モデルさんロングレンジ AWD に編集 MT が試乗してきました。とは言ったものの、自慢じゃありませんが、他の編集メンバーや読者の皆様ほど豊富な知識は持ち合わせておりません。 でも、車は大好き。であれば、これまでこんな車に乗ってきた車大好きマン52歳が、テスラモデルさんを見て乗ったら何を感じたのか、を率直に伝えた方が、皆さんと同じ目線になれるのではないかということで、少しでもふむふむ、なるほどな共感点が増えることを願って、 簡単な愛車変歴を述べさせていただきます。セドリック430、中古、フェアレディー Z32、新車。ユーノスロードスター NA、新車、ユーノス500、中古。アルファロメオ GTA、新車、メルセデスベンツ V280、中古。オデッセイ RA8、中古オデッセイ RB1、中古左今ここ つまり、スーパーざっくり言うと、でかいか、速い車が好物です。車は人それぞれ好みがありますし、その時々や環境で欲しい車と買える車が違ったりします。また、それによって惹かれる点や気になる部分も違います。前述のような車変歴や趣味思考を持つ私が、 初めてテスラモデル3ロングレンジ AWD に乗った体験談が何かのお役に立てば幸いです。想像より大きい。思ったよりシャープで堂々としたスタイリング。モデルさんが日本に上陸したのは2019年5月。以降、一般的な普通の車好きには、見えないところで着々と進化を果たし、 2023年9月にマイナーチェンジ。その間にも他メーカーからたくさんの BEV が登場してきたわけですが、日本で BEV の存在を身近にしたのはこのモデル3ではないでしょうか。エクステリアは昨年のマイナーチェンジでシャープかつエッジの効いたデザインに進化し、全幅はモデル Y の 1925mm に比べて、 1 8 5 0ト、mm、ルと日本の立体駐車場にも対応するサイズ感です。ちなみに3サイズは全長4 7 2 0ト、mm、ル×全幅1 8 5 0ト、mm、ル×全高1 4 4 0ト、mm、ル遠くから見たときはそこまで大きく見えなかったものの、全長も4 7 2 0ト、mm、ルと実寸は 意外に堂々としておりスタイル的には流行りのクーペ風セダンといった趣です。これなら私のようなでかい車好きもそうですが今まであまりテスラに注目してこなかったせいでもいいねと認める人がいそうです。今回試乗したボディカラーのウルトラレッドも。 個人的な所感ではありますが、松田のソウルレッドを思わせる鮮やかさと深み。演感があり好印象でした。もちろん好みはあるでしょうが、実物は画像や想像以上にイケてるデザインです。UFO の内予想ってこんな感じなのかも。シートに乗り込むと、そこに広がるのは車のインテリアというより、 コンピュータールームやオーディオルームといった雰囲気 UFO の概念を車に搭載するとこんな感じですとでも表現したくなる空間はいい意味での違和感やワクワク感を与えてくれます最大17スピーカーデュアルサブウーファーデュアルアンプを使い独自設計されたオーディオのサウンドがとにかく素晴らしく これまでどの車でも味わったことのない極上の音空間。車内の音楽環境や映像体験にこだわるタイプなら、これだけで惚れてしまうかもしれません。もちろん鉱石用にも8インチのタッチスクリーンが設置され、ゲストも存分にそのエンタメ感を体験できる仕様。天井を含めべての面から空が見渡せる全面ガラスルーフや、 専用にデザインされた空間で聴く音楽、映像の体験をすると、ところどころ目につく内装のチープさなど全く気にならなくなってきます。これはおそらくですが、テスラはお金をかけるところの考え方が、一般的なメーカーとは違うのかもしれません。ちなみに、仕事やお出かけ帰り、 自宅の駐車場に車を止めてネットフリックスを一本見てから、家に入るといったプライベートルームのような使い方をしている人もいると聞いて、かなり納得したことも添えておきます。一方で、ほぼすべての操作を15.4インチなどでかいセンタータッチスクリーンで行うことになるため、慣れるまで時間がかかることは確実。 私のように、旧車とまでは言わないが、いわゆる一般的な自動車のインフォテイメントや、各種操作スイッチ類しか経験したことのない向きには、かなりハードルが高い代物とも言えそうです。何しろグローブボックスでさえ基本タッチスクリーンで開閉するんですから、走る前からセンセーショナルで維持弦。 走りや乗り心地に関しての細かい点は各ジャーナリストの論評をご覧いただくとしてまず走り出す前の準備段階から他の車と全然違いますイグニッションキーでエンジン音ンにしてシフトレバーを D レンジに入れるという概念がなくドアを閉めてシートベルトをしてブレーキペダルを踏むと D レンジに入る降車するときは シートベルトのバックルを外すかドアを開けると P に入る。これ、文字で見る以上にセンセーショナルで異次元な体験です。厳密に言えば、P や D レンジの操作は、タッチスクリーンやルームミラー上部にあるタッチボタンでも可能ですが、ドアの開閉、シートベルトの脱着、ブレーキペダルを踏むといった。 人が車に乗った時の基本動作に合わせて稼働するよう設計されているため慣れてしまうともう戻れない便利さを感じますそして電気とは思えない自然で滑らかな走りゲームのハンドルみたいなのにしっかり応答と相大感があるドライブフィールワンペダルで加速から 0km ストップまでコントロールするアクセルフィーリング 程よい硬さとクイックさの足回り、わずか4.4秒で時速 100km に達する加速感。短時間の試乗でしたが、これならガソリン車などからの乗り換えでも至って普通に。もしくはそれ以上の走りを楽しめる予感がしました。というか、私の歴代愛車と比較しても、モデルさんの乗り味や総合エンタメ感の方が、ぶっちゃけ圧勝です。 私の歴代愛車が古いだけかもしれませんが、ちなみにナビも優秀で、現在日本全国で約100カ所、500機以上が稼働しているスーパーチャージャー、テスラ専用の急速充電設備の位置を踏まえてルート案内してくれるため、充電切れなどの心配もありません。細かく言えば色々いろいろあるけれど突出した世界観が最大の魅力。 自宅や近くに充電設備や施設がない。販売店、サービス網がない、値段が高い、電気自動車はよくわからない、など。まだまだネガな論調で語られることも多い BEV ですが、実際に乗ってみると、それらを一瞬で吹き飛ばす魅力もたくさんあります。一方で、車は単純な移動手段、人や荷物を移動させる道具。 日常の足と考えている人には全く不向きです。また、約561万円、RWD652 万円、ロングレンジ AWD というプライスをどう考えられるか。モデルさんであれば現在、国からの補助金65万円に加えて、各自治体からの補助金も受けられます。 例えば、昨年の東京都の実績ベースで45万円。つまり、国からの65万円だけでも496万円、587万円。さらに、都内在住であれば451万円、541万円で手に入れられる計算です。そしてこれは、絶対にセダン系が欲しい人に向けた話になりますが、 例えば他の輸入車であればメルセデス・ベンツの CLA180、573万円。やや車格は落ちるもののアウディ A3 セダンの最上位グレード、528万円。国産であれば価格やサイズ感も。同クラスのレクサス・イズ、481万円あたりも視野に入ってきます。もしかしかたら これらの予算をクリアできるセダン好きであれば、前述のような輸入車御三家やレクサスの方が、所有満足度的にもかませる度的にもバリューは高いのかもしれません。いずれにしても私などからすると、補助金の恩恵をフルで受けたとしても、腰の引ける値段感なわけですが、最終的には皆さんの好みや予算次第ということになりますが、 少しでも BEV に興味があって新しいもの好きで、その上ガジェットや車好きであれば間違いなく幸せにしてくれる一台でしょう。言い方を変えると見た目のデザインなどを含め他の車との比較ではなく、世界観に惚れたら買いのモデルとも言えそうです。